武士も。Aチーム。少女歌劇レビュースターライトリライブ。皆さんこんにちは、トップ13です。今回はスタリラガーの戦記絶唱シンフォギアと夢のコラボをしたということで、限定ガチャを回していこうと思います。シンフォギアは少女たちが歌の力によって力を発揮する武装シンフォギアをまとい、巨大なアークから世界を救うバトルアクションアニメです。キャストさんが毎回アフレコで歌を取り直し、まるでミュージカルのような臨場感を味わえます。私がスターライトに出会う以前にドハマりしていたアニメなので、今回のコラボの情報を初めて耳にした時は危うく絶唱しかけましたね。金止め曰くにならなくてよかったですね。あ、今回はガチャの見届け人としてキリンにも参加してもらいます。一人じゃ長持たないんですね。わかります。前置きはこれくらいにして、早速本題に行きましょう。というわけでガチャの画面にやってきました。今回の狙いは言うまでもなく奏者、天童真也。持っている武器からして、水木奈々さん演じる、風成翼の、雨の輪ばきりをまとっているようですね。雨の葉ばきりは、日本神話に登場する武器で、スサノオが、ヤマタのおどきを倒すときに用いたとされています。天童真也さんは以前、スサノオを演じられたことがあるので、今回の衣装は、そのつながりなのかもしれませんね。シンフォギアの適合者であり、舞台創造家である私にとって、これはもう見逃せませんよ。石だってこんなに貯めたんですから、ほぼ無課金で。ラブライブサンシャインコラボのようにならないと良いですが。あのかっこいいミチルを我慢したんだ。きっとすぐ出てくれるはず。おっと、話が長くなりましたね。それでは、絶唱ガチャ回していきましょう。つばぐですね。わかります。まずは無料の10連目。気持ち的に、ここで出てほしいところ。タップした瞬間、虹は何枚あるのか。さあ、タップしますよ。虹よ、来い。見事なスバグ回収でした。まあ無料なんでこんなもんですよ。さ気を取り直して20連目いきますよ。ダメでした。次だ、30連目いくぞ。変にやけにならないでくださいよ。虹だ。ようやく星4がやってきました。さあ出ておくれ。青春音楽学園第9来た。5度目の正直ゼロ。まだ終わらんよ。これはだいぶ雲行きが怪しいですね。じゃあ久々に星4来た。ああ、出たのは舞台少女か、それともメモワールか。選ばれたのはメモワールでした。何がお正月だ、節分もバレンタインもとっくに終わってんだよ。まあ、落ち着いて。その後、80連目にかけるが、またしても星4のメモワール。他の星4舞台少女すら姿を見せない現状に、半ば諦めのムードが漂い始めていた。ここしばらく、D4DJ に肩入れしていた、手が回ってきたか。もう、ここで撤退するしかないのか。その時だった。ダブルレインボにまとうはシンフォギア。胸に浮かぶ歌を共に歌おう。絶唱だ。来た、やっと来てくれた。よかったですね。限定メモは来た。ここに来て立て続けに来ましたね。うん、粘った甲斐があった。これでやっと終わった。おかしなことをと思うだろうが、アガートを見ていると囚われているかのような心地になるのだ。はあ、素晴らしい。
運営にいろいろ不満を抱きつつも、リリース当初からスタリラを続けてきた甲斐がありましたよ。おめでとうございます。いやー、満足満足。さて、あとはゆっくりイベントを周回して、石またコツコツ貯めていきますか。そういえば、今回のコバボでは、サイボーグモディーヌさんも新規で発表されてましたよね。彼女は引かないんですか？え、いやいや、何を言ってるんですか。きっとイベント報酬でもらえるはずですよ。あ、あれ？いらっしゃいませんね。ツイッターの情報によれば、外店のかけらを集めて、コラボ限定メモラールやシアターアイテムなどをゲットしよう。なので、イベント報酬ではなさそうです。ということは、つまり、コラボガチャ、第2弾。